皆さんこんにちは、大勢です。3月6日に行われました B リーグ第25節琉球ゴールデンキングス対京都ハンナリー戦、結果としましては琉球ゴールデンキングスのオフェンス力が爆発し106対80で見事琉球ゴールデンキングスが勝利いたしました。ここ直近3試合琉球ゴールデンキングスが平均100得点を超える圧倒的な攻撃力、爆発的な攻撃力を生み出しております。この生まれ変わった琉球ゴールデンキングスのこの全体の試合の感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回は水曜のホームゲーム琉球ゴールデンキングス対京都ハンナリーズ。琉球としてはこの新たな戦術を今回京都に初めてお披露目するという形になりまして、初めて食らう京都としては琉球ゴールデンキングスの高火力に飲まれたという形になります。まあ、琉球の最初はあれはもうアクシデントとしか言いようがございません。ビッグロー選手が膝少し負傷したっぽい感じで開始10秒でこれ一旦コートから出ることになりまして、琉球ゴールデンキングスとしてはそこの動揺からこの岡田選手を中心としたオフェンスに少しやられてしまったというところになります。まあ、この岡田選手のガードのポイントからのチャールズ・ジャクソン選手のインサイドアタックというこのホットラインが京都ハンナリーズ最初刺さりまして、琉球としては最初にタイムアウトを取りました。そしてタイムアウト明けの琉球ゴールデンキングスの修正力から始まって、そこから琉球ゴールデンキングスがもう止まらない波の勢いというのを作り出しました。まず最初これきっかけ、小さなきっかけで言いましたら今村選手がドリブルでボールを運んでる最中に相手の前田悟選手に取られてしまいまして、そこで速攻を食らうかと思いきや今村選手が自らのミスを帳消しにするブロック、あれでまず琉球ゴールデンキングスの雰囲気が一層上がった形になります。そしてそっからスリーポイントが一気に火を吹くことになるんですけども、そのスリーポイントの流れを作ったのは最初に少しコートから離れましたビッグロー選手。ビッグロー選手がまあコートに戻ってきてくれたことにより琉球ゴールデンキングスの本来のオフェンスディフェンスが成り立つことになりまして、ビッグロー選手が空いていたらすぐさまスリーポイントを打って、ビッグロー選手が自ら抜けた穴を自ら取り返す、引き起こしたネガティブな流れをすぐポジティブな流れに変えたというところ、これが第1クォーター琉球ゴールデンキングスの修正力の一つの見どころでありました。そして第1クォーター並びに個人的には嬉しかったポイント、琉球ゴールデンキングス残り2秒のところで、これ時間がない中京都がしのぎ切るかと思いきやジャック・クーリー選手がブザービートのスリーポイント、これがもうファンブースターの皆さん大いに盛り上がり琉球ゴールデンキングスの流れを確実にものにしたところ、そしてジャック・クーリー選手が会場を煽りましてより一層エネルギーをつけたポイントになります。で第2クォーターからもこれオフェンス琉球ゴールデンキングス勢いが止まらずに松脇選手のスリーポイントだったり、またスリービッグでアレンダーラム選手、アレックス・カーク選手の展開の琉球のオフェンスを構築しまして、一方でディフェンスでもこれ京都ハンナリーズのオフェンスをシャットアウトするという展開でございました。でここで京都ハンナリーズ戦見て琉球が基本的に、していたのが、相手のマシューライト選手に対してはビッグロー選手ではなく松脇選手をぶつけるというポイントでございます。今回の、展開でもこれスタート松脇選手が登場しまして、エースである今村選手、大黒柱であるジャック・クーリー選手が控えているというところ、これが琉球ゴールデンキングスの恐ろしいところでございます。この3ビッグのアレックス・カーク選手バージョンとクーリー選手、今村選手という中心選手バージョンのセカンドユニットという反則級のこれ戦術を2つ持ってるというのが、琉球ゴールデンキングスここ直近で現れている新たなスタイルでありまして、並びに100点ゲームも作り出してしまう高火力の秘訣のワンポイントでございます。そしてみんなの勢いを乗ってる最中、さらに琉球を勢いづけてくれたのはベンチから登場しました荒川選手と田代選手。
荒川選手が、牧選手が不在の中、これガードとして活躍しないといけないんですけども、その期待に見事応えてくれたのが今回の京都戦でございます。ガードでゲームコントロールをするのみならず、自らもこれフリーになったらスリーを打って決めてくれるところ。やはり琉球としてはスリーポイントを決めて、琉球ゴールデンキングスのオフェンスが確立するポイントで、それを当然荒川選手はきっちり行ってくれたこと、また田代選手もこのベンチから登場しまして、オフェンスでもディフェンスでも存在をより強めておりまして、田代選手のスリーが決まると同時に、これまたファンブースターは大いに盛り上がるというポイントでございまして、セカンドユニットの選手が活躍すればするほど琉球ゴールデンキングスの流れはより強くなって、かつスタメンの岸本選手、松脇選手が温存できるという、これチャンスも生まれていますので、琉球としては最初のスタメンのみならず、セカンドユニット、さらにそっからのベンチメンバーがどれだけ活躍するかも琉球にとっては大切でありますし、それをこの直近の3試合で見事きっちりこなしているというところが琉球ゴールデンキングスにもプラスでございます。そして相手京都としては、まあファールトラブルにも少し陥る展開にもなってきまして、まあそこでまあ手詰まりになってくるところを琉球ゴールデンキングスは、そこは勝利のために容赦なく付け込んできます。そして最後第4クォーターでは、これ外国籍選手を下げて日本人選手でこれ構築しているというポイントも素晴らしいところでございますし、植松選手が積極的にスリーを決めたり、また最後の展開では渡辺飛勇選手がこれ出場しまして得点決めて、この琉球の100点ゲームの試合を締めてくれたというところも、個人的には面白いポイントだったなと思います。こうして琉球ゴールデンキングスが、あえて京都ハンナリーズが追いつくためにも積極的にスリーを打って決めるという、この高火力なポイントもあったんですけども、京都ハンナリーズの火力をさらに上回る火力で、京都ハンナリーズを力でねじ伏せたという、この琉球ゴールデンキングス新たなスタイルのこのバスケットが、今回の、まあ、この試合の100点ゲームの要因かなと、まあ、個人的には思いました。そしてこの3月のゲーム3連勝しまして、ここに牧選手が入ればより花丸なんですけども、まあ、牧選手、脇選手のコンディションというのも気にしつつ、次回3月の16日天皇杯決勝、相手千葉ジェッツ、現在千葉ジェッツ ESL で準決勝も勝利しまして、いよいよ決勝、もしかしたら天皇杯戦う時には千葉ジェッツが無敗で ESL の王者に君臨しての琉球ゴールデンキングスと戦うという形になりますので、琉球としてはこれチャンピオンシップ勝利していますけども、チャレンジャーの気持ちで挑まないといけないと思います。当然その気持ちは選手の皆さんが誰よりも強く持っているところでございますので、この次回は琉球対千葉ジェッツの天皇杯の見どころ紹介していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。